伊水市大島絵本館は、富山県伊水市鳥取にある、世界の絵本をテーマとする、公立博物館。大島町によって、大島町絵本館として1994年8月23日に、オープンした。その後2005年11月1日に、大島町が、周辺市町村と合併し、伊水市となったため、名称を、伊水市大島絵本館へ改称した。 富山県博物館協会会員。大島町が企画して、古事記に登場する誉れつ別名の説話や付近に伝わる民話などを集めた絵本、大島ふるさと絵本を観光し、それをきっかけに、絵本の町として、町おこしのために開館した施設である。設置の理念として、絵本文化を通して、郷土文化を再認識し、住みよい町づくりに資す。絵本文化を通して、 内外との交流を図り、町ぐるみの文化活動として、明るく活気ある街づくりを目指す。絵本文化を通して、住民の創造意欲を刺激することにより、生活の豊かさをもたらすことを目指す。が掲げられている。鉄筋コンクリート、一部鉄骨づくり、地上2階、地下1階建て。延べ床面積2405.75平方メートル。2000年には、 第7回公共建築賞を受賞している。ありがとうございます。